ご乗車ありがとうございます。何やってんだ、人身だ、早く行くぞ。あ、はい。あら、派手に行ってるな。おい、吐くなよ。わかりました。じゃあお前は細かいの頼むな、俺は他のやっとくから。わかりました。はい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 。あ、無理無理無理。おい、まだやってんのかよ、こっち終わったぞ。先輩、ちょっと無理そうです。いいか、この仕事を俺たちがやらないと、いつまで経っても電車が出せないだろ。何よりもたくさんのお客様が待ってるんだ。辛いだろうけど一緒に頑張ろう。はい、わかりました。ちなみにちゃんと手当もつくからな。あ、そうなんですね。手当もらったら焼肉行こうぜ。いや無理です。俺って何が楽しくて生きてるんだろう。ん？いっそのことここで死んじゃえば楽になるのかな。お客様、何やってるんですか。止めないでください。僕はもう生きる意味がないんです。何を言ってるんですか。駅員さんに何がわかるんですか。僕の辛さも悲しみもわかんないくせに。確かに知らないですよ。ただお客様が死んでしまって、一番辛いのはあなたの家族や友人ですよ。家族も友達も何も思いませんよ。お客様いいですか、ここで飛び込んで亡くなった場合、鉄道会社から損害賠償請求が1億5000万、あなたの家族に請求されます。多くの方は払えずに海外に逃げてひっそりと暮らす方もいらっしゃるんです。あなたの家族がそんな目にあってもいいんですか。そんな。何か苦しんでいるなら打ち明けてください。ありがとうございます。なんか楽になりました。よかったです。それじゃあ1億5000万円浮いたので、アイドルの握手会でも行ってきます。切り替え早いな。ただいま列車3号車付近におきまして、トラックが列車と衝突した影響で緊急停車しております。いってー、マジかよ、大丈夫なの。ただいまからドアコックを操作して扉が開きますのでご注意ください。え、ご乗車のお客様は支え合ってゆっくりと線路へ降りてください。よいしょ。ゴロゴロして歩きにくい。それでは私が先頭になって進みます。うわ、真っ暗だ、怖っ。もうすぐ駅に着きます、皆さん頑張ってください。近くの方と支え合って進んでください。皆様のご協力が必要です。おじいちゃん大丈夫ですか。もう少しです、頑張りましょう。ありがとうな。皆様お疲れ様です。駅で着きました。はあ、よかった。途中助け合ってくださってありがとうございました。いえいえ、普通って当たり前じゃないんですね。こうやって今初めて気づきました。皆様が無事で何よりです。まもなく列車到着いたします。ちょっと課長、もう飲めないですよ。お客様、間に合ってくれ。非常、間に合ってくれ。止まってくれ。間に合え。止まれ。行け。お客様、大丈夫ですか？あ、はい。よかった。間に合ったか。先輩、お疲れ様です。こちらは無事でした。お疲れ様。いやー、ギリギリだったな。あと少し対応が遅かったらダメでしたね。助かったよ。俺、この間人身事故で2週間休んできたばっかなんだよ。それは勘弁してほしいですね。とはいえ、あの酔っ払いにもきっと奥さんと子供がいるはずなんだよ。だから、正真正銘、俺たちが守ったんだ。無駄な命なんてありませんからね。そんなセリフ誰に教えてもらったんだ。先輩ですよ。よし、じゃあ車内巡回してくるか。ご乗車ありがとうございます。お疲れ様です。え、車掌さん、何ですかそれ。チョコレートですよ。さすがモテモテじゃないですか。違いますよ、全部車内の忘れ物ですよ。こんなにあるんですか。チョコをもらって忘れる男なんて最低ですね。本当ですよ、こっちなんて欲しくてももらえないんですから。この際忘れ物のチョコ全部食べちゃいます。確かに早く食べないと溶けちゃいますもんね。うっふん。あ、駅長、あ、これは違うんです。俺ももらっていいか。え、チョコレート。チョコとだけですよ。ん、綺麗な女性がこっち見てるぞ。すいません、金さん。あ、今日はバレンタインってことは、もしかして。はい、どうされました。これ大したものじゃないんですけど、よかったら。え、何ですかこれ。チョコレートです。え、そんな僕にですか。あ、駅の皆さんで分けてください。あ、そうですよね。ありがとうございます。いつもうちの父が車椅子でお世話になっていて、そのお礼にと思って。そうだったんですね、わざわざありがとうございます。いえ、私が高校の時に父は事故で足を悪くして、それから私が父を送るようになって本当に大変だったんです。そうでしたか。でも駅まで来たら、あとは駅員さんが本当に丁寧に対応してくれたので、安心して私も出かけられました。素敵な娘さんですね。おーい、何してるんだ、早くしてくれ。あ、すいません。あ、ごめんなさい、父です。